皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はお知らせ動画、皆さんお待たせしました。見てください、ドーン。これはメイ、カリフォルニアのアウトドアブランドメイとガズレレがコラボしたウクレレ専用リュックサック。専用ってことはないんですけどね、まあ大きいリュックサックなんですけど、これコンサートウクレレサイズ用がとうとう登場しました。これあんまこれだけ見ると分かんないでしょ。これ今回登場したコンサートウクレレ、こっちソプラノウクレレ用なんです。ちょっと大きさ比較してみる、比較、ほら結構違う、結構違うでしょ、こんだけ違うからね。はい、で、これは今まであのリリースしてたソプラノウクレレ用なんですけど、なんとこのタイミングでこっちソールドアウトになっちゃいましてですね。で、そのタイミングでこのコンサートウクレレサイズが出たんですけど、なんか今これいろいろ出てるでしょ。ちょっとこれうちね、あのガズ家はですね、なんとあの驚かれないでください、コンサートウクレレここに入れて皆さんに見せようと思ったらですね、持ってないんですよコンサートウクレレ。なんで私がガズがコンサートウクレレ持ってないか、それはですねソプラノウクレレが大好きだからです。なんでソプラノウクレレが好きかというと、ちっちゃいから好きです。はい、そういうわけで見てみましょう。はい、ご開帳しますよ。いいですか。今こうリュック開けるとどうなってるか。ダーン。なんということでしょう。ウクレレ2本入ります。ソプラノだったら2本入りますからね。ここ互い違いで。しかも、まあ皆さん持ってる方おなじみですけど、ここにね、すごいでっかいポケットがあって、パソコンとかこういうの入りますから。こういうのがドンと入ります。これは便利ですよ。助かるでしょ。はい、でパソコンと今一緒にこれ一緒に入ってますからね。なんだけどここパソコンに当たんないんですよ。この生地が厚いポケットがついてるからね。ちょっと出してみる、出してみると、いっぱい入るなこれは。ほらちょっと見づらいけど、こういうポケットなんで、ここもクッション素材なんですよ。これすごく厚い、推定1センチちょっとないぐらいの厚みがあるクッション素材です。ここ全部クッション素材ですからね。はい、でこれが毎度おなじみのここにこのマジックテープホルダーがついてまして、いつものようにここに引っ掛けるわけですよ。こういう風にね、こういう風にここに引っ掛けがついてる、こういう風に引っ掛けると、これが何になるかというとですね、ちょっとこれあのソプラノサイズで申し訳ないんですけど、入れた時にネックがね、ガチャガチャ動かないように、ここのマジックテープでこうネックをフォールドしてあげることができるということですね。こうです。そうするとほらこっちにもいろいろ入ったりできるでしょ。はい、だってこれをいいぞってことなんですよ。これがなんとまたね、ウクレレのこのテープがマジックテープが外れて、ここの部分にねこうやってあのマジックテープを止めます。こういう風に、そうするとなんとミュートになるんですよ、消音器。リズム練習とかの時に近所迷惑を気にならずに、このリストローク練習とかこうできますから、ミュートです。消音器にもなります。考えられてるんですよこのリュックサックは。そしてまあ、コンサートウクレレだったら余裕で入りますよということでございます。このポケット見てください、すごいマチがあるでしょ。このポケットも大きく作ってありましてですね、このガズレレウタボンもここにすっぽり入りますから、ここにすっぽり、ほら入っちゃったでしょ。ここにすっぽり入って、この厚さだったらまあボリューム4、5、10冊ぐらい入るからで、ここにチューナーとかね、カポとか入れて、もちろんここはドリンク入れる、ドリンク、ほらここにペットボトル入りますからね。もうほんと完璧ですよ。そして、ソプラノウクレレ用との違いを言いましょうか。まあ、もちろん大きさ違うんですけど、このタグの位置がちょっとねイメージが違うのと、コンサートウクレレ用、ここにもこのニョロ文字タグが、ガズレレニョロ文字タグがついてます。こっちのソプラノ用はニョロ文字タグがないんで、ここでこう使い分けができるかなと。はい、名ですよ。コーデュラという素材を使ってて、しかもクッション入りですから、皆さんコンサートウクレレをゲットしてください。いよいよ11月11日ですよ。2018年11月11日はガズレレの日。はい、これもう今週末です。待ってますよ。ガズレレの日のイベント詳細、ここ東京代官山にみんな集まれ。ウクレレ持ってきてくださいよ、ウクレレ持ってきてください。その日3部構成になってます。第1部は
ガズレレの日記念式典、いろいろなこと発表します。これ面白いよ。まずこの記念式典は入場無料ですから、お気楽に来てください。第2部ガズレレ大合唱、いろんな皆さんの質問にも答えます。そこでレッスンもします。分かんないことどんどん聞いてください。そしてみんなでワイワイ大声で歌っちゃいましょう。3部は乾杯、乾杯のパーティータイムでございます。ご歓談してワイワイやりましょう、はい、そういう丸一日ガズレレの日、濃厚な日になっておりますので、皆さん代官山に集まってください。その時にこれも販売もありますから、はい、でその時にそのあれだ、そうそう、いろいろあるの発表がとうとう私の手にも届いてきました。これです、レッツゴー最高ガズの CD。 これ CD なんですよ、本みたいでしょ。開けます、ドン、ほら CD、 こっちにもドン、ほら CD、 こっちはレッスンで買ったり、こっちは作品の CD、はい、ここに楽譜がペロペロ、これ同じこの9曲の楽譜やらなんかいろいろ解説が書いてあります。これが11月で先行発売です。全国発売は11月15日。とにかく盛りだくさんでございます。うい、ガズレレホームページご覧になってください。あ、楽しくなるよこれから、音楽で、ウクレレで、ガズレレで楽しい人生やりましょう。さようなら。じゃあ。Mango, Princess, Mango, 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 Princess,